イグアナを飼い始めた。何の話だ。皆さんこんにちは、サケスキーです。俺はマシューだ、よろしくな。今回もファーミングシミュレーターセブンティーンをやっていきます。よろしくね。今回も間が空いたみたいだが。夏休みで旅行に行ってたのと、さらに連休でキャンプに行ってたからだね。なんか仕込みでもしてたのかと思ったら、そんなことか。絵の編集は出発前にできてたんだけどね。だから何やってたか思い出さなきゃならない。なんだそりゃ。コーナータイトルを入れといてよかった。そうそう、トウモロコシをやるんだった。えらい雑な扱いだなおい。理由は後でわかる。そう。ではまずお約束の肥料やり1回目からだ。もったいないがオフセットすることで、バイトが仕事を完遂できるのは今まで通りだ。そういやガス工場の消化液はどうなんだ。途中でサイレージを売却したら、また貯蔵量 100% 近くになったから、在庫量の心配はない。そっか。で、補給2回目に備えて、タンカーの補充をする。いつも通りだな。機材や肥料の種類を変えない限り、この辺りの作業は変わりようもないね。で、耕します。耕しはバイトに任せて、わしは種まきをすると。種まきからおよそ3時間半後、芽が出たんだけど、今回はまだらになった。奥の方が先に芽が出るのか。順序としては手前の方からのはずなんだけど、ランダム要素があるみたいだね。出揃いました。で、草むしりする。草むしりからおよそ6時間後、成長第2段階になりました。さらに6時間後、成長第3段階になりました。わかりにくいなおい。手前の方が後だから、もうちょっと待つだよ。同じタイミングで生え揃ってくれないと、編集する方もめんどくさいな。えらいメタな話だな。今回はちょうど日にちが変わる頃だったから、
1日の収支結果が表示されてるね。牛乳が結構いい値で売れてるじゃないか。風力発電の売り上げに迫る勢いだね。その分世話が大変になるけど。そういや牛はどうなってんだ。この後見せるからそうせぐなや。で、およそ6時間半後、収穫第一段階になりました。トウモロコシは結構取れるんだな。だね。で、ダバーっと。バンディットがいっぱいになったから、収納します。ほい、収穫完了。これで6種の作物を全部作ったね。いつ売りに行くんだ。そうだな。前にも言った通り。売るときはなるべく多い量を一度に売る方が有利だから。バンディット1杯分の量がある。小麦、大麦、トウモロコシは売りに行ってもいいかもね。一番いい値がつく大豆はもう一回作ってからかな。お得意の連続投入はどうなんだ。作物の場合は売れる場所が複数あるからダメだね。で、6種の作物を同じ畑でほぼ同じ条件で作った結果だ。上位の3種が稲か、それに油物という感じだね。途中で種の補給が必要なのはトウモロコシと菜種という結果だった。で、次なんだが、もう一回トウモロコシを作る。その前に収穫3回したので、すき込みが必要なんだが、今回はちょっと変わった方法でやる。なんか種まきしてるみたいだが。最初の頃に緑肥というのもある、と言ったのを覚えているかな。はあ？作物を成長途中で潰して、肥料にしてしまうやり方だ。なんかもったいねえな。普通の作物なら確かにもったいないが、それ専用ってわけでもないんだが、20日大根というのがある。今回はこれを使って肥料にしてみる。ほう。で、どんな利点があるんだ？わからん。なんせ初めてだから。ということで種まきからおよそ8時間半後、芽が出ました。他の作物と違って芽が出るのが遅くね？みたいだね。他の作物と違って収穫が目的じゃないから。その辺で差をつけてるのかもね。名前からしたらすごく成長が早そうなんだが。すき込んだ時点で夕方だから、開けて翌朝種まきします。種まきが終わった時点で家畜の状況を確認すると、羊も牛もそろそろ餌をあげる頃なので、世話をしに行きます。まずは羊の方から。
そういや羊毛は売りに行ったんか。まだ。なんで売らないんだ。他の作業をしていて存在そのものを忘れていたからだね。ま、差し当たって現金が必要じゃないから。次に牛の世話をします。これは寝床を作る機械だったか。そうそう。何やってんだ。引っかかって持ち上げられないんだよ。詰めすぎなんじゃねえのか。そうかもしれんが相変わらずわからんのは、なぜ端の方が崩れるかだ。見たところプレイヤーの周りの一定範囲で物理計算をしているようだな。みたいだね。
今まで使っていたベールスパイクは頼りないので、2個同時に運べるタイプのものを購入した。芝はこんなもんかな。わからんのは干し草が全然減らないことだ。干し草嫌いなのかな。なわけあるかい。さて、前回できたはできたが、なんとなく釈然としなかった。混合飼料の配合についてだ。なんか策があると言っていたが。策というほどでもないんだけどね。まあ話は単純だ。前回はベールごと突っ込んでサイレージの量で調整していたわけだが、ベールのままだと微調整が難しいので、一回突っ込んでバラした後、そのままダバーしてしまえばいいのだ。はぁ？ベールを突っ込んだ時点でバラに戻るから、次に別の種類のベールを突っ込む前に排出してしまう。そうして全部バラした後に必要な量を吸い込めば、調整がとても簡単だ。理屈としてはわかるがめんどくさくね。まあ、この配合器は自力で吸い込めるから、シャベルで救うよりは楽だよ。別に前の方法でもよくね。まあね。ほい、バラせたから配合しますか。量はどうすんだ。藁を2000、干し草を7000、サイレージを7000で、都合1万6000。これで配合器の容量ちょうどになる。
なかなかいい配合になったじゃろ。めんどくせ。ということで畑に帰ってきました。草むしりはせんでいいんか。20日大根使ったし、草むしりと肥料やりでは行為は全然違うが、ゲーム的には同じ効果だから。こっちの方が楽じゃね？芽が出るまで8時間待つってのもどうなのかな。すき込みのタイミングならありかも。芽が出てからおよそ6時間半後、成長第2段階になりました。さらにおよそ6時間後、成長第3段階になりました。さらにさらに6時間半後、収穫第1段階になりました。ということでショップです。なんか必要なもんあんのか。今回できたトウモロコシは食用じゃなくて、マグサにしてサイレージにするんだよ。もったいなくね。サイレージなら得意の草があるだろ。そうなんだけど、トウモロコシの場合と比較したくてね。それにここでサイレージにしないと、飼料用コンバインの出番がなくなる。えらいメタな話だな。ま、それ以外にも出番はあるんだけど、飼料用コンバインは一回も使ったことがないから、試しに使ってみたい。そう。で、普通のコンバインとどう違うんだ？普通のコンバインは食用になる実の部分だけを取るものだが、飼料用の場合茎も葉っぱも一緒くたに粉砕する。それから自前のタンクを持ってない。どうすんだ？並走するんだよ。ということは一人では使えないってことか。そんなことないよ。後ろにテッパーワゴンを連結すればいい。あ、そっか。でも今回はいつもの収穫みたいに、コンバインはバイトに任せて並走する方法で試してみたい。普通のコンバインよりすっきりしてるな。タンクがないのと、脱穀する仕組みがないからかな。そう考えると大きくした草刈り機と言えなくもないんだが。確かに。したら畑に戻りますか。商品作物の収穫に習って、収穫担当はバイト、回収担当はわしだ。あの中継で使うやつじゃないのか。オーガーワゴンね。オーガーワゴンはマグサは乗せられないんだな。だからローダーワゴンで回収だ。あの赤い一番大きいのでやった方が良かないか？バンディットね。あれだとトレーラーヘッドで畑に入ることになるし、ドリーを使うと取り回しが面倒だし、こっちの狭いところの切り返しも大変そうだから。コンバインと違って右側でも回収できるのか。その辺は楽だね。さて、いっぱいになったからガス工場まで輸送する。オーガーワゴンと違って、直接ケッパーワゴンに乗せ替えできないから。
逐一ガス工場まで運ぶしかない。おめえお得意の畑に直置きしとけばいいんじゃねえか。ベールと違って加工するわけじゃなし、積み下ろしが増えるだけで利がないと判断した。この間バイトはどうなってんだ。待ってる。ギャラは？もちろん払ってる。もったいなくね。いちいち乗り換えて解雇するのが面倒。まあ、払えんなら。という工程を収穫が終わるまで繰り返します。で、結果なんだが、およそ5ヘクタールで73万リットルの収穫となりました。それは草と比べてどうなんだ。今の状況だと草の場合1回の収穫でおよそ90万リットルだから、草の方が多いね。トウモロコシをマグサにする利点はあるのか。わしの場合はっきり言ってないね。トウモロコシは種まきから早くとも翌日の収穫になるから、確実で73万。草の場合毎日で90万。トウモロコシは収穫まで肥料やりやら種まきなど作業とコストが必要だが、草の場合はその手間が一切ない。そう考えると収穫そのものにかかる時間は草の方が多いが、コストがほとんどかからないのと時間の融通が効く点で草の方が勝る。だからわしの場合マグサにするより商品作物とした方が有利なんだな。だったら飼料用コンバインっていらなくね。わしの場合はね。それに輸送時にバイトを待機させてるってのもなんか効率悪い。かといってローダーワゴンを引いて自分で収穫作業してもガス工場まで輸送しなきゃならんのは同じだ。思うにこれはマルチプレイで威力を発揮するんじゃないかな。というのもあんまりなので、これで草刈りをしてみた。この方法は一番最初に草を買った時と同じじゃねえか。そうだね。で、刈るところと回収するところが同じだから、細かいところまで刈れて回収漏れもない分いいように見えるが、幅が狭いために作業に時間がかかる。回収する手間がない分早くなるんじゃないのか。そういう意味では早いが、ローダーワゴンが満杯になったら連結し直さなきゃならんし、ガス工場まで運んで下ろすのは一緒だから。それに整備してわかったんだが、使用してる時間が長い分整備費用がすごく高いんだよ。したらやっぱり飼料用コンバインっていらなくね。わしの場合はね。だけどこの先これでしかできないことがあるから、今回はやってみた、ということで。そっか。これで商品作物関係は全部こなしたことになるのか。マグサはトウモロコシ以外でもできるようなんだが、作付け面積あたりの収穫量が多いトウモロコシでこの結果だったから、他のお相手試すこともあるまい。それに根菜類はまだだから、全部こなしたわけじゃないね。じゃあ次は根菜類か。いや、次はいよいよ木材の伐採をやろうと思う。これは根菜類の機材は高価だから、そのための資金を得るという意味もある。そっか。したら今回はこのあたりでおいとましますかね。皆さん、ご覧いただきありがとうございました。サンキューな。